皆さんこんにちは、レクセン認講師の弁理士の吉村です。今日はですね、2011年知らないと恥をかく口述マナーの基礎知識ということで、だいたい1時間ぐらいお話しさせていただきますので、最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい。でですね、会場にいる皆様はこの2011年知らないと恥をかく口述マナーの基礎知識、このレジュメに、のっとってお話をさせていただきたいと思います。はい。で、中見てみましょう。でですね、口述マナーの基礎知識の前に、まずはですね、口述試験に合格するためにはどういうことが必要なのかっていうのを見ていきましょう。で、ですね、特許庁のホームページを見るとこんなことが書いてあります。採点基準を A、B、C のゾーン方式としますと。で、合格基準は C 評価の科目が 2科目以上ないことと。で、これ A、B、C ってどうやって決まるかっていう話なんですけれども、 A が一番いいと、で、 B がまあ普通と、で、 C がいまいちです。で、特許庁のホームページを見ると、もうちょっと詳しくこんな書いてあること、こんなことが書いてあります。各科目について A、B、C ってつけていくんですけれども、 A が答えがよくできていると、で、 B 答えが普通にできている、C 答えが不十分である場合には C と。で、こんな感じに書いてあります。で、2科目以上 C がなければ合格ということになってます。で、まずね、こっから言えることなんですけれども、1科目 C があっても大丈夫なんですよね。2科目以上 B 取ればいいと。なので1科目ダメでも OK と。で、かつ A は取る必要はないと。野球で言うとホームランを打つっていうかは、コンスタントにヒットを打ち続けるような、何が来ても絶対 B 以上取るみたいな勉強方法が好ましいということが言えます。でね、結構口述試験、年によってね、問題が難しかったりとかして、よくありがちなのが、特許法をいきなりね、朝一で行って、控室に皆集まるんですけれども、で、順番に呼ばれて特実からまずやっていくんですよ。で、特実で、まあ、超緊張するわけですよ。緊張の中、ガチガチに緊張して、あまり実力を出せなかったと。で、特許法で、ちょっと、なんか、試験員の方から、あはははは、とかで笑われちゃったり、なんか、衣装法、商標法では頑張ってね、みたいなことをね、一番最後言われちゃったりとかしたら、あ、終わった。特許法ダメだった。って言って、そのね、暗い雰囲気をね、そのまま引きずってしまう方がいるんですけれども、これね、C 科目1個あっても大丈夫でございます。1個これダメだわって思っても、他の科目で B 以上取れば合格なので、絶対諦めないようにしましょう。で、これちょっとまた後で話します。で、各科目ね、こう A、B、C と。で、答えがよくできている場合、A、普通にできている場合には B、答えが不十分である場合 C みたいなことがね、書いてあるんですけれども、これね、受験業界ではこんなことが言われています。過去の経験から、受験生さんから聞いた話とかね、聞くと、こんなことが本試験で行われているのではないかと言われています。各科目、大体ね、問題によって違うんですけれども、まあ、10問ぐらい出るとしましょう。で、10問ぐらいできて、で、制限時間があるんですよ。大体10分ぐらい。で、その10分ぐらいの間に、最後の問題まで行けば、最後の問題まで回答できれば、別の言い方すると、まあ、10問全部聞かれて合ってれば次の問題に行くっていう感じなので、10問ね、なんか試験員とやり取りして最後の問題まで全問回答できれば原則 B 以上と。で、10分間の間に制限時間内に最後の問題まで行けなかったと、で、解けない問題があった、そういう場合には C みたいな感じでつきます。なので、口述慣れてきたら、できる限り時間をかけないで早く次の問題に行くと。例えばね、何か聞かれて分かんなかったら、なんかどうだったかなとか言って悩み込むんじゃなくて、それが仮に条文見れば解決することができる問題だったら、自分から条文すぐ見に行くとかね、でとかで時間を使わないと。早く次の問題に行くっていうためにはどうすればいいのかっていうのを考えてやったりすることが必要だったりします。はい。で、これがですね、口述試験に合格するためにはの、
客観的な基準ですね、特許庁に書いてあること。じゃあこれ各科目、まあできれば B 以上取って、あ、2科目以上 B 以上を取るためにはどうすればいいか。でそのためのですね、こんな方がいいんじゃ、こんな、そのためにですね、私3つポイントがあると考えてます。口述試験合格のための3大ポイントで、それについてね、お話しさせていただきます。でここに書いてある通りなんですけれども、3大ポイントの第1点は条文青本、条文青本、2つ目過去問プラスアルファ、3つ目場数を踏むと。でこれはね、それぞれについてお話しさせていただきたいと思います。でまずね、条文青本、これが超重要でございます。話の前提として絶対これを覚えておいていただきたいのは、何かの縁でね、私の話聞いていただいた方はね、あとまたこの1時間で一番重要なのはここです。口述試験の暗黙の了解として、口述試験のお約束としてですね、まず何か聞かれたら条文の言葉で答えると。でね、理由とか趣旨とか条文の言葉、条文じゃないじゃないですか。でそういうのはできる限り青本に記載されていることを答える。でこれが超重要でございます。いやいやいや、そんな条文通りじゃなくていいんじゃないのって、なんとなく自分の理解示せればいいんじゃないのっていう方もいると思うんですけれども、ゆるい年、合格合格率がね、高い時はね、結構ゆるい言葉を言ってね、条文通りの言葉じゃなくても通してくれるんですけど、合格率がね下がってくると、なんかね、自分の言葉じゃダメです。条文の言葉使って答えてくださいとか、青本流の言葉を使って答えてくださいとか言われちゃうんですね、これね。で、ここでね、ちょっと近年の口述試験の合格率ちょっと見てみましょうか。で、さっきから出てくるこのテキスト何ぞやって話なんですけれども、はい、ちょっと営業トークになっちゃうんですけど、口述アドバンステキスト2021年版弁理士試験で最新バージョンの口述アドバンステキストがもうレックで出てますんで、窓口で売ってますんで、これをお買い物いただけ、お買い求めいただければと思っております。じゃあ見てみましょうか、合格率。ぶっちゃけ言うとね、近年簡単なんですよね、これね。ぶっちゃけ近年、こう平成27年ぐらいから合格率をですね、ずっと9割以上キープしてるんですよ。6年間連続でキープしてるんですよね。でこの辺は9割超えてくると、なんか条文と言葉が違うとか、あんまうるさいこと言われない言われない。ただこのね、口述のむっちゃ難しかった時期があるんですよ。平成20いつぐらいかな、なんかね、ちなみに僕が平成17年合格で、そのくらいから口述やってるんですけど、そのくらいからだんだん難しくなってきて、口述がね、20年度、21年、23年ぐらいで、一番難しかったのは24年ですよね。合格率6割ぐらいと。で合格率9割下がってくるぐらいから、だんだん条文通り言わなきゃダメとかね、行としてって言葉ちゃんと言えとか、拒絶査定また、査定または審決が確定とかね、登録とかそういうとこをちゃんと言えみたいな感じで言われたりとかしたりとかします。なんでぶっちゃけね、近年はね、そんな条文通りって言われないのがまあ事実なんですけれども、過去にね、むちゃくちゃたくさん言われたことがあって、来年合格率どうなると思いますと。で多くの人がね、こんだけ合格率上がってんだから、このまま維持すると考えると思うんですけれども、一応ね、この僕予備校の講座としては、仮にね、合格率がね9割下がって、条文とかうるさくね、青本の理由趣旨とかうるさく言われた時であっても、その過去にね、ここの時のデータが溜まってるので、昔こういうとこね突っ込まれたりとかしたんで、そういう過去の経緯があるから、この辺しっかり言えるように練習しましょうみたいな情報をお伝えします。この辺ですごいうるさく言われたね、この問題これで落ちた人がたくさんいるんですよみたいのをね、インプット講座でお伝えしていく予定でございます。でこれね、ちょっと話戻りますね。でなんで条文で答えなきゃダメか、なんで青本の答えじゃないとダメかって話なんですけれども、
試験員がですね、回答問題とね、回答用紙持ってるんですよ。でね、こんな感じで、おそらくですよ、こういう感じで試験員が紙持ってて、でね、ここに問題、問題、問題1で、ここに答え1で、ここにそのまた問題、問題2、答えに、点点点点点点みたいな感じで問題と回答が書いてあるんですよね。で、主査と副査の先生が座ってるんですよ。で、ホテルの一室に入って、奥の方にですね、椅子に主査の先生がここ、主査の先生がここで、副査の先生がここで、あ、主査の先生はこっちで、副査の先生はこっちにいて、まあ、2人でね、問答される、2人から問答されるんですけれども、一方の先生がね、例えば主査の先生がこのね問題を読み上げてるんですよ。特許法の分割について説明してください、分割出願ってどういうものですかみたいなことを言って、受験生さん答えるじゃないですか。で、答えるともう一方のね、ここに座ってる人がなんか受験生さんの回答を聞いてて、ここでね、なんかね、ピッピッピッピってなんかチェックしてるんですよ。なんかで回答を見て、それをここに書いてあることが言えてるかどうかチェックしてるんですよね。で、 OK だったら次の問題行くみたいな感じになってるんですよ。で、これね、口述試験の採点をね、客観的に行うために、口述試験を公正に行うために、こんな感じで問題を見上げて、ここに書いてあることを言えたかどうか、言えたら次の問題行くみたいな感じになってるんですけども、じゃあここに何書いてあるんだって話で、ここには一番信頼性が高い情報が記載されてるんですよ。はい、一番信頼性が高い情報って何でしょうか。特許法、実用侵害法、意証法、商標法の試験ですので、あとも条約とかもあるけれども、法律の文言がここに記載されてるんですよ。特許法とかの文言でここが書いてあるんですよ。なので、なんか受験生さんがそれっぽい言葉で言うじゃないですか。で、なんとなく雰囲気合ってんだけれども、ここでは特許法のね言葉で書かれてるわけですよ。で、微妙になんか違うと、あれおかしいな、もう一度言ってくださいみたいな感じになっちゃうんですよね。なので、こういう採点してるので、ここに書いてあること条文通り言ってあげたら、あっちも採点しやすいじゃないですか。はい、そうですね、じゃあ次の問題いきましょうっていう感じになるんですよね。で、今のが条文の問題で、次、はい、条文事項じゃないもの、理由とか趣旨の問題で、ここに何が書いてあるでしょうか。で、ここは青本ですね、信頼性が高い情報、一番信頼性が高い青本の言葉でこういろいろ書いてあるわけですよ、原則。なので、条文、青本の言葉で答えることができるように準備するに越したことないですねっていうことがよく言われてます。で、まずこれをね覚えましょう。まずこれを覚えましょう、初めの大前提として。まあ、ただね、そんな最近厳しくないんですけれども、インプットの練習、アウトプットの練習としてはね、こういったことがありますので、できる限り条文の言葉や青本の言葉でインプットして、それをアウトプットする練習っていうのが必要でございます。でね、理由趣旨は青本記載って言ってるんですけれども、意証法とかでは審査基準までね、まれに審査基準まで踏み込んで、審査基準の言葉で答えなきゃいけなかったりとかします。で、ですね、じゃあ今ね、条文青本の話しました、大切ですよと。じゃあ条文青本が大切であるのであれば、口述試験の勉強として、じゃあ条文青本からやっていこうみたいな風に思ったりするじゃないですか。で、それはね、あんまり筋が良くないんですよ。条文青本ってなんかちゃんと勉強しようとしたらですね、なんかちょっとね、ダラダラしちゃうんですよね。読んでいくにしても、なんか無限に時間かかるんですよ。条文分厚いし、青本もっと分厚くて、結構ダラダラしちゃうんですよね。なので、条文青本は大切なんですけれども、勉強の順番としては、私は過去問を先にやるっていうのが重要です。
過去問とりあえずね、完璧に答えることができるように準備しましょうっていうのが口述対策のファーストステップでございます。で、過去問なんで大切かといったら、本試験でそのまま出るんですよ、過去問が。で、口述試験、対策やってる人って、まあほとんどの皆さんね、弁理士試験の受験生さん真面目だから勉強するんですけれども、ちゃんと対策したらね、まあある程度短い期間で1ヶ月ぐらいの間で過去問が回答できるようになるんですよ。聞かれたらパッて回答することができるようになるんですよ。で、口述試験残念ながらなめて勉強しない人が、油断して勉強しない人がね、少なからず出てきます。どんぐらいだろうかわかんないですけどね、ここね、過去6年間9割以上ね合格率があるとしたら、皆さん多分ねやんない人絶対出てくると思うんですよね。で、これたまたまこの話を聞いてるこの現場にいる方々、ここにいる方々と、ウェブでたまたま聞いている方はもうほぼ大丈夫です、ほぼ大丈夫です。過去の傾向通り、この 95% 超えるぐらいであれば、ちゃんとねこの時期に口述の情報を集めようで、ちゃんとね前向きに取り組んでいる方ね、ほぼ大丈夫だと思ってください。口述落ちのね、この残念ながらここのね、去年の278人合格で4人落ちちゃったんですけども、こういう方々はね、口述試験の対策ねやってないんですよね。合格率 95% かって、20人に1人しか落ちないんでしょ、これ勉強しなくても絶対受かるっしょみたいな感じで、口述のね情報を集めてない人がね、おそらくこう落ちてるんですよね。実際その私の周りとか、去年もね、そのどんくらいだろう、オンラインでじゃないや、インプットクラスで50人ぐらいで、アウトプットでもう50人ぐらいや、まあ、100人ぐらいの人と会いましたけども、口述落ちた人多分いないんですよ。話聞いてない、回って落ちたらね、なんか噂が回ってくるんですけど、多分落ちてないんですよ。だからね、多分予備校とか使ってる人はまあほぼ落ちないと思って、これね、口述ねやってない人、情報を仕入れてない人が落ちると思うんですよね。でね、こういう人たちはね、その過去問の大切さとか分かってなかったりとかするので、過去問やってないんですよ。で、そこで何が起きるかというと、とりあえずね、いきなりその新作の問題とか出る前に、まあよくあるね、発明の定義述べよとかね、衣装の定義述べよみたいな定番問題がとりあえずね、ジャブみたいな感じで来るんですよ。で、やってる受験生さんほぼ完璧にブワーって回答してくるんですよ。で、やってない人はそこで全然回答できないんですよね。で、条文見ていいですかとか言って条文見て回答したりとかすると、そこで差がついちゃうんですよね。そこで、あれこれ 90% ぐらいの受験生さんできてるのにこの子できないやっていうと、そこで心象メーター、この試験員の中の心のメーターであって、この受験生さんについて A 取るか C つけるか A 取らせるかみたいなメーターがあるんですけど、なんとなくね、心象がね、なんかその誰でもできる問題ができるとこ、ストーンってね、なんかね、心象メーターが C 方向に振り切っちゃうんですよね。あ、この受験生さんなんとなくダメだな、でこのダメだなっていう感じでそのまま進むので、なんか事例問題とか行った時も、あ、この受験生さんちょっと受からせたくないなっていうことで、なんかヒントが出なかったりとかして、それで落ちちゃったりすることがよくあるんですよ。で、担当とか論文とかでもそうなんですけど、誰でもできる問題、その準備できれば誰でも解ける問題については、絶対取っていくっていうのが定則でございます。で、皆さんもそうだと思う、経験上そう分かってると思うんですけれども、担当論文でその過去問とか予備校で出た問題については、まあほぼちゃんと取っていくと。で、その上でなんか新しい問題あるじゃないですか、見たことない新しい問題でできるかどうかっていうので、ね、合否が定まっていたと思うんですけれども、口述試験も同じです。合格率が9割 95% 以上だとはいえ、大抵みんなね、勉強好きな人たちがね集まってる試験なので、ここはこの過去問についてはほぼ完璧に回答することができるようになってます。なんでしょう、その本試験までは。で、その上で新しい問題できるかどうかっていうところで争ってますので、95% になったとはいえ
はいえ過去問やってほしいですね。過去問が本誌で出るのでやりましょう。でみんなができるような過去問できるかどうかで合否が定まるのがほとんどです。新作の問題でき、あのできる、できたできなかったじゃなくて、あの昔の問題、定番問題で落としちゃったから落ち、印象悪くて落ちちゃったみたいな人がほとんどです。合格、あ、じゃあ口述落ちちゃう人で、あとプラスアルファって何ぞやって話なんですけれども、ここはね、ちょっとその勉強好きな受験生さんとか、口述1回落ちちゃって僕2回目ですみたいな人向けの話なんですけれども、過去問はね、ある程度、まあ、1ヶ月とか2ヶ月とかやったら、まあ、人によってね、まあ、差はあるんですけれども、まあ、できるようになるんですよ。で過去問できるようになったら次何やるのかって話で、まあ、条文とか青本とかね、あと僕の講座を受けていただくのであれば、まあ、こういったね、口述オールインワンテキストとかでね、これなんかまあ、なんかまあ、築条解説的になってるんですよ。条文があって、で、その条文に関係する、例えば34条とかも言うと、条文があって、その条文に関係する今までね、出た問題とか、今まで出た青本とかね、審査基準の、記載をね、こことか問題を抜粋してあるんですよね、抜粋してあると。で、まあ、こういうのでね、まあ、勉強していくんですけれども、なんかね、過去問やり込んだ上で、こういったテキストやね、条文や案本を見ると、なんとなくね、あ、ここも、ここ過去問出たところだ、ここも過去問出たところだとか言って、なんとなくパッてね、判断することができるんですよ。で、あ、ここなんとなく匂うなと、ここなんとなく出そうみたいなのがね、なんとなく分かってくるんですよ。過去問とはバッチリやった上で、条文とか案本見ると、なんとなくこれ出そうじゃねって、これ1個、2個、これ1個、2個聞かれたんだったらこれ2個聞かれてもおかしくないよねとかね、ここ条文聞かれたんだけれどもまだ趣旨聞かれてないからこの条文メジャーだよねって、条文聞かれたってことは次ね問題作る人は趣旨聞いてもおかしくないなとか、なんかそんな感じで次に出そうなとこを予測することができるんですよ。でそんな感じで、そこがそこからやっていきましょうみたいなのがプラスアルファでございます。これね、合格率ね、その9割超えてるその現在においては、まあ、あんまりねそんな重要じゃないんですけど、とりあえずね、その、まあ、口述試験の勉強範囲あるじゃないですか。口述試験の勉強範囲があって、まずね過去問潰してましょう。過去問潰すと、点の部分潰すと、過去問潰すと、なぜならばこれがすごくよく出るから。でかつですね、ここができるかできないかで差がつくことが多いから。でまずこの点の部分通過します。この口述試験で聞かれる範囲の中ので、その次に何を勉強するかといえば、闇雲にね適当にこの辺のね、この辺のとこじゃなくて過去問出た周辺部分が聞かれることが多いんですよ。1個聞かれたから2個聞いてやろうとかね、あと僕の場合だとずっとね50条の不正使用取消審判が聞か不使用取消審判が聞かれてたんですよ、口調表法で。で不使用取消審判がずっと聞かれてたんだけども、51条以下の不正使用取消審判がなぜか聞かれてなかったんですよね。なんで私が受験生時代は不使用取消審判の問題とりあえずストックアーム全部やるじゃないですか。でやった後にできた人はですね、51条のねとか出てもおかしくないなっていうことで51条とかやってたんですよ。ここの50条が過去問だとしたら53条の2とかいきなり行くんじゃなくてね、こう今年の論文で53条の2って出たけど、とりあえず51条やってみるとかね、その過去問から近いとこやっていくんですよ。そうするとなんか出る問題結構ね当たることが多いんですよ。っていうことで過去問まずやって終わったら過去問の周辺部分をやっていきましょう。近い部分をやっていきましょう。で問題作る側としてもですね、こんな感じで作っていくんですよ。ああ50条聞いたなと、商標法50条聞いて、もう50条大体聞いちゃったから、じゃあまあ似たような構成で51条出すかとかね、そんな感じで作ってたりとかするんですよ。なのでそんなそのなんか作問の作り方からもこんな感じの勉強の仕方がマッチしてますよと。でね、勉強すごい好きだったり、口述試験2回目とかでね、時間が有り余ってる方はですね、こんな感じで優先順位をつけて勉強していきましょう。
で、こっちか、はい。で、今のお話まとめますよ。条文が青本が重要なんですけれども、勉強の順番としてはまず過去問潰してからですよっていう話でした。で、このね、カッコ1、カッコ2はインプットのお話です。インプット。で、インプット重要じゃないですか、とりあえず。で、インプットやりましょうと。で、口述試験は、インプット以上にアウトプットが重要です。アウトプット、場数を踏むっていうのが重要です。口述試験の対策は、インプットも重要だが、アウトプットが特に重要でございます。で、皆さん基本その勉強得意な人が多いので、こんな風のがポイントなので、条文の青本で答えることができるのが大切なので、自分のね言葉で適当に覚えちゃってる人は条文の青本の言葉をインプットしてちゃんと答えてくださいとかね。で、過去問はちゃんと聞かれたらパッて回答することができるように準備してくださいとか言って、ポイントを押さえると、まあね、ちゃんとやってくれるんですよ。インプットはみんな得意なんですけれども、差が出るのはここです。場数を踏むアウトプット。アウトプットってなかなか一人じゃできないじゃないですか。で、これね、結構ね、大変なんですよ。慣れない人は、ちょっと難しい。で、これね、ちょっと論文試験に似てます。論文の、講座ってまず多分インプット的なものから始めますよね。で、こう論文試験のね、なんかこんな感じの話がありますよと、みたいのがあって、じゃあ論文通れんで、じゃあそれいきなり書けるかどうかっつったら、また全然話別じゃないですか。なんとなくこんな風なことを書いた方がいいんだなってみたいなのを覚えても、いざね、その論文通れんとかで、限られた2時間とかの時間で、問題2問読んで、まあ構成10分ぐらいでね、まあ各問題1時間だとして、構成10分ぐらいしてブワーって問題文読んで構成してブワーって書くっていうのが、できるのに、できるまでに皆さんどのくらい時間がかかりましたか？で、10回とか20回とかね、30回とか、その訓練して初めてなんとなく自分でこのなんか方法論みたいなのがね、私自分はこういう感じで問題文読んでこういう感じで印つけて、こういう感じで答案構成してこんな感じで書いていけばうまくいくみたいなのを自分の中で見つけたと思うんですよ。で、それでだんだん徐々にね、できたりできなかったりとか、いろいろフィードバックを繰り返して、論文書けるようになったと思うんですよ。で、口述もまさに同じなんですよね、これがね。で、この 1,2 でインプットするじゃないですか。インプットして、じゃあね、それがね、分割出願について述べてくださいとかね、衣装法9条ってどういう規定ですかってこう聞かれて、それをね、口頭で答えるのってむちゃ難しかったりとかするんですよ。で、特にですね、特許事務所で働いてたりとかして、ひたすら事務所で引きこもってやってますみたいなね、ほとんど人と話しませんみたいなね、人とかはなんか話すのがちょっとなんか苦手だったりとかするんで、そういう人は特にですね、ちょっと僕話すの苦手かもと思ったら、アウトプットたくさんするようにしてください。で、予備校はまあ後で言いますけれども、たくさんアウトプットの講座用意してますので、まあそれ活用したり、あと論文試験合格発表後に各会派も去年からだとね、コロナでほとんどまあオンラインなんですけど、7割8割ぐらいは、まあ、オンラインなんですけど、オンラインでも絶対アウトプット練習した方がいい、やるやらないだったらやった方がいいんで、そのオンラインのねやつ申し込んだり、であとね、まれに予備校系はねオンラインじゃなくて結構生でやることが多いんですよ。なんで後で説明してますけど、コロナの感染がね、なるだけ少なくなるようにいろいろ工夫して やってるんで、まあ、予備校の講座ね、できれば活用したりとかして、できる限りね、アウトプットの機会を設けていただければと思います。で、普段から、例えば奥さんとか恋人とか、同僚とかね、職場の同僚とか、お友達とかに、ちょっと口述アドバンステキスト渡して、これちょっと読んでって言って、
これ合ってるかどうか聞いてみたいな感じでね、普段からそんな感じでやったりとかね、そういう感じのアウトプットでも大丈夫です。とにかくなんとか何ですかって聞かれて、面と向かってバーンって聞かれて、それに対して回答するっていうのが苦手な人は苦手なので、それに練習するようにしてください。はい、じゃあですね、次ね、口述マナーの基礎知識について、お話ししていきたいと思います。3番、口述マナーの基礎知識でね、これ NG リストと OK リストになってるんですね。左側が NG でございます。そもそも口述試験の対策をしない、これ論外ですね。これね、口述試験の対策しっかりやりましょう。 95% 去年とか 98% とかですけれども、これね、みんな勉強した上での 98.6% ですからね。これね、結構みんなねやるんですよこれ。で、全くやらなかったら、僕の主観ですよ、主観ですけれども、勉強してればもう99.9% 受かるような感じ。例えば予備校とか使ってればもう 99.99% ぐらいいくかな。で、勉強してない人がちょっと少数、多分ね 10% とか 20% ぐらいの人はね、口述なんか余裕でしょみたいな。で、みんな周りの先輩に聞いても全然しなくて大丈夫だったよとか、そんな条文が本通り、なんか家とか行ってる人がいるけど、そんな適当でも大丈夫だったよみたいな、あ、じゃあ勉強しなくていいのかみたいな人とかね、 10% か 20% ぐらいいると思うんですよ。で、その人たちの合格率はなんとなく8割ぐらいなのか、5人に1人ぐらいね落ちちゃうんじゃないかなって僕はね思ってます。口述試験対策しないとダメですよ。ちゃんと口述試験の対策をしましょう。で、これ聞いてる方はまあ安心してください、ほぼ大丈夫です、ほぼ大丈夫。これ聞いてない人とかがやばいです。はい、で、次がですね、 A を取りに行く勉強をするっていうのが良くないですね。コンスタントに B 以上を取りに行く勉強をするっていうのが大切です。で、私の受験時代に商標の勉強すごい進んでる人がいて、彼は網野商標って網野先生の本がすごい好きだったんですよ。で、網野先生の本って知ってます？なんか白くてね、超分厚いんですよ。青本ぐらいなんですよ。このぐらいドーンドーンって分厚い本で、で、彼はもう何か聞かれたら全部俺は網の説で答えるからみたいな、ね、網のに書いてあることを答えるからみたいな感じで勉強したんですけれども、彼はそんな感じでむちゃくちゃ商標ができたんですけれども、その商標法に関するねすごい知識は他の受験生の人は比べ物にならないぐらいあったんですけれども、落ちました。で、そういうんじゃないんですよね、これね。ホームラン取り行くとかじゃないんですよ、これ。より高い知識を示すとかそういう試験じゃないんですよね。口述試験で求められているのは問題と回答があって、ここに条文がほんの言葉で書いてあるんですよ。で、これが言えるかどうかなんですよね。なんで必要以上に難しい勉強とかね、重箱の隅をつつくような勉強しなくて大丈夫でございます。過去問やると昔の問題とかね、昔の問題とかでね、なんか審査基準とかなんか審査便難とかね、あと基本書とかでマニアックな出典がね書いてあることがあるんですけども、そこはね勉強しなきゃいけないのかなって思ったりとかするんですけども、そこは勉強しなくて大丈夫です。これね、なんでその便難とかまで引いてるかって言ったら、基本書とか言ったら一応ね、そのテキストとしての正当性、信頼性を高めるために、まあそこからねレックがこのそこを根拠として持ってきているだけなので、そこまでやんなくちゃダメっていうわけじゃないです。で、そういうとこ手出し始めると、本来勉強しなければいけない、ちゃんと回答しなければいけない、ここの回答欄に書いてある条文、アホのね、そういう誰でもできるような過去問とかそういうののねアウトプットがおろそかになっちゃって、かえって合格から遠のく現象があるんですよ。なので、みんなが出るところは絶対にやると。で、そこはもう絶対やってください。で、たまに稀にね難しい問題出ることも事実なんですけれども、 A 取り行く必要ないですかね。 B で OK です。また C が1科目あっても大丈夫なので、
他の科目で 3科目あって1科目ね変な問題が出ても他の2科目はね簡単な問題であることが多いです。なのであんまりね悪問みたいなねものに付き合わないようにしましょう。基本的なことだけちゃんとインプットアウトプットできれば大丈夫でございます。で、自分の言葉で答えてしまうっていうのが良くないんですよね。先ほど申し上げました、条文が青本の言葉で答えることができるように準備して練習してみてください。まあただ近年過去6年とか見てると 90% とか 95% 超えてると、そんなにうるさいこと言われないです。またその条文に関しては一昨年から、まあ、条文集見て回答できるようになったんですよね。なんでこれね条文ね、これ口述アドバンステキストで条文暗唱問題みたいなのがこれ載ってるんですよ。条文暗唱問題、例えばね平成24年一番難しかった時の合格率、一番難しかった時の意匠法の問題で19条1項条文の通り正確に答えてくださいと。で、同一または類似の意匠について異なった日に2以上の意匠登録出願があったとか、再選の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができるみたいなのあるじゃないですか。でね、昔はね超厳しかったんですよこれ。同一または類似の意匠について異なった日に2以上のでね、これ意匠登録ってちゃんと言ってくださいね。意匠登録で、これ論文とかだと記載量を減らすために単に出願ってこれ訳したがるんですよね。で、それね論文の時は正解なんですよ。で、ただ口述は条文にねこの意匠登録って書いてあるので、条文の通り答えよって言ったからには意匠登録出願って言わなきゃ昔通してくれなかったんですよ。で、意匠登録出願があった時は再選の意匠登録出願人のみが、ここも同様ですね。単にこれ出願認定略しちゃう方がいるんですけれども、条文の通りちゃんと意匠登録出願、意匠登録って言葉言うようにしてください。またですね、再選の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録受けることができる、で意匠登録出願人のみが意匠登録受けることができるみたいな感じで、このねその意匠についてっていうね文言がなくても意味が通じちゃうので、このその意匠についてっていうのが忘れる方がいるんですけれども、これもねちゃんと言わなかったら突っ込まれたので、ここを言うようにしてくださいみたいな感じで、昔はねこういうのがあったんですけれども、今はまあぶっちゃけね、その条文見ながら、すいません条文見ていいですかって言って条文見てこれ読み上げれば OK なので、こういう問題あんま出ない、出づらくなってます。ただまあね、授業ではこの授業では過去にね、まあ、こういう点でインプット講座でねこういう点がちゃんと言えって言われましたよみたいのをできる限りね、各条文と理由趣旨についてもね、ここがポイントでここを言わせてましたみたいのをできる限りお伝えするみたいなことをまあやっていってやっていきます。何のこんなことを話していれば分かんなくなっちゃいます。でね、昔は条文見ながら言えなかったんで、これ例えば言えないじゃないですか。で、基本もこれ条文だ、この9条の1項の暗唱問題結構すごい出てたので、昔はねこれ言えなかったら、すいません条文参照してよろしいですか、どうぞみたいなこと言われるんで条文見るんですよ。で、条文見たら、ただしね回答するときは必ず閉じてから言わなきゃいけなかったんですよ。だからこれを条文見ていいですかどうぞって言われて、頑張って10秒とか15秒ぐらいで頑張って覚えるんですよ。頑張って僕の授業受けてる人とかね、単に出願じゃなくて意匠登録出願って言わなきゃダメだなみたいな感じで、こうやってここがポイントだな、ここその衣装についてってのが落ちやすいから気をつけよう、同一または類似の衣装について異なった日に2以上の衣装登録室があったときは再選の衣装登録室のみがその衣装について衣装登録を受けることができる、よし言えるなみたいな感じで、失礼しましたって言って必ず条文をバンって閉じてから、失礼しました、同一または類似の衣装について異なった日に2以上の衣装登録室があったときは再選の衣装登録室が人のみがその衣装について衣装登録を受けることができるですみたいな感じで、そんな練習をしたりとかしたんですよ。ただまあ今はそんなのは大丈夫です。条文見ながら言っていいので、その訓練はしなくて大丈夫です。ただまあ一番初めの前提としてね、回答用紙に
ここにね、条文暗本の言葉で書いてありますので、できる限り条文暗本の言葉で答えた方が、限られた時間内、10分という時間の間に最後の問題までいける可能性が高いですよっていうのは事実なので、そので練習をやってみてください。で、あと、過去問が完璧でないにもかかわらず、過去問以外のことに手を出すっていうのは良くないです。まずは過去問をやり込みましょう。誰でもできる、多くの人ができる問題、過去問ができるかどうかで合否が決まることが多いです。で、勉強してない人は過去問がおろそかなんですよね。で、9割ぐらいの受験生さんができる問題についてなんかもたもたしてると、あれ、この受験生さん他の受験生さんに比べるとだいぶできてないな、あんまり分かってないのかなっていう心象を与えてしまうんですよ。それが良くないんですよね。なんでまずは過去問やりましょう。で、過去問以外のことをや手を出すのは過去問完璧になってからです。過去問完璧になった状態を維持したまま手を出しましょう。手を出すの、他のことやるんだったら。はい。で、アウトプットの練習が少ないっていうのも良くないです。インプットは皆さん得意です。ほっといてもインプットはできます。で、皆さんがドキドキしちゃう、ちょっとなんか、うわ、口述苦手かも、ちょっと大変だなって思うのがこれです。アウトプットです。アウトプットです。アウトプットの練習できる限り多くした方がいいです。で、アウトプットの練習やればやるほど、あ、このタイミングでね、もっと早いタイミングで条文集見た方がいいとかね、あとなんか口述試験のね、落ちる可能性が高い人ってすげえ姿勢悪かったりとかするんですよ。で、こんな感じでなんか目合わせるのがちょっと苦手だったりとかして、さっきの問題だった、あ、衣装法9条について述べてください、ドイツマトなんかとか言って、なんかね、結構下向いちゃったりする癖が多かったりする人が多いんですよね。で、アウトプットをたくさん練習して、講師からね、ちゃんと前向いて話すようにした方がいいですよみたいなね、そういうたくさんやればやるほど緊張感が取れてきて、ちゃんと前向いて話すことができたりとかするようになるので、アウトプット練習やりましょう。アウトプットの練習の時期が遅い人がいるんですよ。で、今はね、論文合格直後なので大丈夫だと思うんですけれども、皆さんアウトプットいつからやります？で、あんまりアウトプットの練習って人とやるので恥かきたくないじゃないですか。なので、アウトプットの練習は後にしようと、とりあえずインプット完璧にして、インプット完璧になってからアウトプットやろうみたいな計画を立てる人がいるんですけれども、インプットね、完璧になってからでは遅いです。できる限り早い時期にね、アウトプットやった方がいいです。インプットね、とりあえずこんな感じでやって、で、アウトプットいざやるじゃないですか。で、そのね、アウトプット結局やってみると、あ、こういう能力が必要なんだ、で、アウトプットでこういうことが必要だから、インプット逆にこんなことやろうみたいな感じで、なんかフィードバックすることが必要なんですよね。で、インプットばっかやってて、アウトプットの時期が遅いと、そのフィードバックがかからないので、なんかインプットの勉強が無駄になる可能性が高いんですよね。なので、ちょっとね、恥かくの嫌だなとかね、思っても、できる限りインプットアウトプット早めにやってみて、あ、口述試験ってこういう感じなんだな、こういう能力が必要なんだなみたいな、早めに経験した方がいいですよという話です。だとね、沈黙してしまうって、これ、こっからはね、当連とか本誌の場での話なんですけれども、何か聞かれましたでね、沈黙しちゃう人が多いんですよね、分かんなかったら。で、沈黙して、年によってはね、助け舟は出さない、ヒント出さないとか年があったりとかするんですけれども、近年はね、合格率 90%95% 超えているので、大抵なんかまあヒント出してくれるんですけれども、できればね、自分から積極的に局面を打開しますと。沈黙しちゃうとね、時間がね、過ぎていっちゃうんですよ。で、大切なのは限られた10分間という間に最後の問題まで行くっていうのが重要なので、沈黙してる時間がもったいないんですよね。で、例えばその沈黙してしまう問題で、それがね、条文参照すれば分かる問題であれば、すいません、条文見ていいですかって条文バーって見て回答すれば済む話なんですよね。なので、もし条文見て解決することができる問題であれば、もうすぐに条文見ちゃいましょう。
でね、これ絶対です。絶対そうやりましょう。でね、条文集見ると減点されるから可能性があるから見ない方がいいよみたいな派閥の人もいるんですけれども、条文見る見ない、あ、見ないで回答することができるに越したことはないですよ。ただこの条文見たとしても最後の問題までいけばまあB 以上つくんですよ。だからまあイメージとしては A つかないけど、まあ B 以上は取れるんだったらもう条文ガンガン見て回答した方がいいんじゃないですかっていうことで僕はお勧めします。条文見ないでなんかとか言って最後の問題まで行かずに C つくっていうのが一番良くないんじゃないかなと個人的に思います。で今はまあ分かんない問題で条文集見ればいい、問題については条文見ればいいって話ですね。じゃあ次、条文の問題じゃなくて理由趣旨問題や事例問題だったらどうしますか。でその時はですね、まあ分かんないながらも正確ではないかもしれないけれども、とりあえず最もらしい理由趣旨やね問題文言をね、とりあえずね短くパンって答えましょう。で何か言ってそこで終わらせてくれると、それはちょっと違うな、なんかこういう観点から言えないかな、特許庁の立場から言えないかなとかね、あと第三者のこれがいるよねみたいな感じでヒントくれたりとかするんですよ。何かとりあえず言うとヒントくれるんですよね。でそのヒントね、試験官の誘導に乗ってまた短く回答するっていうのテクニックでその問題を突破するんですよ。なんかね、理想的にはある問題があって審査官がなんかパッて言ったらパッて言うことができて、それで審査官が OK です、はい次の問題いきますみたいな感じでトン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 ってリズムよくねこう進んでったらいいんですけれども、それはね理想であって現実はそうじゃないです。多くの場合試験がチェックしてないのね、この問題があってここに書いてある文言が言えるかどうかな話ですよ。でなんかこの問題で出してとりあえずなんか自分で考えてこうかなとか適当に言ってみるじゃないですか。で言ってみてまあ残念ながらここ当たんないことが多いんですよ。で当たんなかったらそこでひるんじゃダメなんですよ。当たんなかったらそこでちょっと違うな、なんか別のこういう条件があるよねとかいろいろヒントくれたりとかするので、そのヒントにのっとってあそうかじゃあこういうことかなとか言って、試験員はねここの回答をね受験生さんが言うことができるように誘導してくれるので、その誘導にのっとって問答を繰り返して最後までここまで到達するっていう作業をやっていくんですよ。でそれがまさにねまあ、あれこれ適当に言ってみるってことなんですけど、それがアウトプットの練習なんですよね。でねその練習たくさんやってるとなんかねその受け答えが上手くなってくるんですよ。なんでアウトプットやった方がいいですよ。たくさん練習して、仮に分かんない問題にであったとしてもなんかとりあえず近いことを言ってヒントもらって自分の考えを改めてまた考えて回答言ってみてっていう練習をあれこれやってみてください。でね、あれこの分かんない時の回答でついついね回答が長くなっちゃうことが多いんですよ。なんか言うじゃない、なんか言われるじゃないですか。で分かんないからそれはこうだから、あ違うな、っていう回答をする人が多いんですけど、そのね、なんか回答がね、終わらないと、試験員はね、誘導を出しにくいんですよ。ヒント出しづらいんですよ。なんで、必ず分かんないながらも切りましょう。分かんないながらも、公平の観点からです。とかね、なんか適当に切るんですよ。切る。で、切ると、会話のキャッチボールのボールが、受験生さん側から試験員側に移るので、試験員側は、それに対して合ってる、間違ってるヒントっていうのが来るんですよね。でなんでそのタイミングをねそのタイミングというかその機会を必ずね試験員に渡すようにしましょう。別の言い方すると初めに言いましたけれども、答えはね長くしないと、ああこうこうこうでこうこうこうだからこうこう
みたいな感じじゃなくて、ちゃんとこうだからですって分かんないながらもちゃんと切ると、それが重要でございます。であとね、これ一番初めの方に言ったんですけれども、出来が悪くてね、落ち込んでしまい、次の科目に引きずってしまって、全科目ダメだったみたいな人が結構いるんですよね、本誌でね。で、仮に特許法が悪くても、その悪い雰囲気をできれば引きずらないようにしましょう。もしね、仮に特許法がダメで、衣装法商標法では頑張ってくださいねみたいなことが言われた場合にはですね、本試験の会場でこれを思い出してください。1科目 C でも OK です、1科目 C でも OK です。で、多くの場合、1科目難しかった、特許法難しかった場合には、衣装法商標法で簡単な問題が出るように調整されています。なので、それを信じて、衣装法商標法では気持ちを切り替えて頑張ろうって思ってください。で、あとね、下を向いてしまう、口述折っちゃう人ね、下前向いて声が小さい人が多いんですよね。必ず前を向きましょう。声を大きくしましょう。で、さっきのね、ちょっとやりかけたんですけれども、衣装法9条について述べてください。で、正しい回答は、同一または類似の衣装について異なった日に2以上の衣装登録出願があった場合には、再選の衣装登録出願人のみが衣装登録を受けることができると規定されています。で、こんな感じで答えるんですけれども、今と同じ回答をちょっと下を向いて、かつ声が小さく言ってみますね。いきますよ。衣装法9条についてお答えください。同一または類似の衣装について、異なった日に以上の衣装登録出願があった場合には、再選衣装登録出願人のみが衣装登録受けることができますとかやると、正しい回答は一応アウトプットされてるんですけども、伝わらないんですよね。なんか回答としては正しいんですけれども、なんか醸し出す雰囲気、この受験生さん大丈夫かなっていう感じじゃないですか。で、これでつまずいちゃう人が多いんですよ。ということで、これはね、直しづらいんですけどね、直しづらいんですけども、僕のね、アウトプット講座を受けていただいた方には、必ずこれね、こうしましょうみたいなことね、こんな感じでやりましょうみたいなこと、姿勢とかね、ちゃんと注意させていただくんで、できればね、これね、ちゃんとしましょう。で、ほとんど大丈夫なんですけれども、これね、できる人はできるんですけど、できない人はね、こうできなかったりとかするんですけれども、これがね、できる限り前を向く、できる限り声を大きくはっきり答えるような感じでやることをお勧めします。で、これが口述マナーの基礎知識でございました。で、以上を踏まえ、口述対策講座の簡単な説明させていただきますね。で、口述講座として、予備校は何を提供しているかっていう話なんですけれども、ファーストフェーズ、セカンドフェーズっていうものを提供させていただいておりますと。で、ファーストフェーズ、セカンドフェーズ、ファーストフェーズっていうのがありますよね。で、これがもうインプット講座でございます。で、セカンドはアウトプット。で、いろんな予備校のね、教材、じゃないや、講座と比較していただければわかるんですけども、一応ね、受験会で最大量、最大品質のインプット、アウトプットを提供するっていう趣旨でやらせていただいております。で、受験、まずインプットいきますよ。ファーストフェーズ。ちょっとね、変則的な時間なんですけれども、19時半から20時20分まで水曜日、2時間半ですね。2時間半の講座を計8回。で、何やるかっていうと、先ほどお伝えしたんですけれども、これね、去年使った教材なんですけれども、この口述オールインワンテキストっていうのがありまして、縮小解説的になってるんですよね。で、条文があって、それに関連する、口述試験に実際に出た、または出てもおかしくない、青本や改正本や審査基準の、知識がこう抜粋されてます。またね、過去問とかも適宜入ってます。で、これ用いてですね、その今までの、さっきちょっとやりましたけれども、試験員からね、昔これ言わされたよとかね、あと普通に勉強していくと、この文言落ちやすいから、この文言落ちないようにしてね、みたいな、そういう口述の知識をね、全部お伝えしていきます。過去の、
過去問全部私目過去の再現全部目通してるんで、そこからですね、この例えばね、この法律は発明の保護及び利用を図ることに発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。でこれ発明の保護及び利用なんですよね。でね、発明の保護だけ言えるんですけども、利用を落とす人が多いので、これ利用を気をつけましょうとかね。あとね、この発明を奨励しっていう文言が落ちやすいですので気をつけましょう。でね、あと2条いきまして、発明とは、これね、超必須問題です。実際過去問でも出てるんで、発明とは何ですか？発明とは自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの。でね、この創作のうちっていうのがね、皆さん大丈夫だと思いますけど、言えます？これが言えなくて落ちた人がすごい多かったんですよ。で、これが、この問題の後に事例問題があったんですけれども、この創作のうちっていう文言が言えなくて、その当時はその条文見て、ちょっと見て閉じて言わなきゃいけなかったんですけれども、この創作のうちっていうのが言えなかった人は、なんかね、その後の事例問題で、ヒントが出なくなったんですよね。もうなんか、心象メタが悪い方向に行っちゃって、発明の定義言えないイコール、ちょっとレベルが低いなっていうことですごい、心象が悪い方向に行っちゃって、ヒント出なかったんですよ。なのそれで落ちた人が 2,3 人いたんですね、私の知ってる中だけで。なので発明とは自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものの、この創作のうちっていうのは絶対落とさないようにしましょうとかね。あと今は条文集見ながら回答してもいいようになってるんですけれども、中にはですね、条文集見ないでも当然それ言えた方がいいよねっていう問題があるんですよ。で極めて少ないんですけども、数少ないそれがこれです。発明の定義はね、これは条文集見ないで言えるようにした方がいいと思います。自然法則を利用した技術的思想の創作の地高度のものみたいな話を、口述的なね、今みたいな話を、まあ、特許法の1条から始めて、こう意匠法商標法っていうのもあるんですけど、衣装法商標法のこの最後までですね、これね、2時間30分かける8時間でできる限りブワーって話していくと。でそんな時にですね、例えば口述試験っていうね、何とかについて述べよって言われたら、なんかね、まず結論だけ答えてください。でね、訓練されてないとこう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 いう理由でこうですみたいな感じで理由結論バージョンで話す人がいるんですけれども、口述試験を多くは先にね、結論だけ言ってください。で結論だけ言って、その結論が合ってたら理由はみたいな感じで進むことが多いので、まず結論だけ述べるみたいなのが重要ですみたいな、そういう話とかね、あと口述試験の勉強の仕方とか答え方のテクニックとか、そんなのをまあ散りばめながらひたすら2時間半かける8回喋ってくっていうのがファーストフェーズでございます。で通学と通信があるんですよね、これね。でどっちがいいんだろうって話なんですけれども、これね、実は通学の人も後でね、欠席フォローっつってなんかオンライン上で見れるんですよね。なのでまあ通学 で見れる方はね、僕は通学で来ちゃった方がいいんじゃないかなと思います。値段も一緒ですしね。で逆にまあ通学だけれども、まあいくつか来れない、仕事の関係で来れない、家庭の事情で来れないみたいな方もいらっしゃると思うんですけれども、それ欠席フォローですぐにねアップされるんで、通学と通勤、通信で迷われたらね、通学をお勧めします。であとね、ポイントはやっぱ予備校の講座で毎週やっていくと勉強しやすいんですよね。これ自己管理すごい得意な人だったら自分で計画立ててこの時期までにこれやるみたいな感じでやれると思うんですけど、まあ多くの人は仕事とかプライベートとか家庭の事情とかでいろいろ忙しかったりとか思うので、結構勉強続けるの大変じゃないですか。で予備校だともう、まあ、予備校の講座使うともう強制的にスケジュール進んでいくので、スケジュール管理的にこうとてもいいですね、これね。いいタイミングで適宜毎週やっていけるので勉強しやすいっていうのがまあポイントですね、予備校に使うね。はい。で以上がインプットで、あとアウトプットですね。でセカンドフェーズで、これはですね、水道橋と梅田でやるんですけれども、
それぞれやってることが違うんですけど、とりあえずね、僕の方の、水道橋の方の説明しますね。で、水道橋はね、この僕が考案した ABCD スタイルでやっていきます。グループごとに本試験スタイルで問答するんですけれども、まあこれ僕のクラス、東京だけでやってます。で、これなんぞやって話なんですけれども、これを聞く前に、そもそも普通の、論文の、じゃないや、口述の講座ってどんな感じなのか説明します。で、この講師がいて、受講生さんバーっているじゃないですか。で、当てていくんですよ。はい、じゃあ発明の定義について述べてください。はい、じゃあ OK です。じゃあ次の方、医療法の9条について説明してください。みたいな感じで、こう一人ずつ当てていったりとかするんですけれども、それだと、なんか、他の聞かれてない受験生さん暇じゃないですか。だからなんかもったいないなと思って、僕はですね、受験生さんを自分も含めて、私も含めて、あなた A さん、B さん、C さん、D さんねとか言って、4人ごとのグループにこう割り振ってきます。バーって。で、これ第1ラウンドから第6ラウンドまであるんですけども、第1ラウンド、これね、だいたい10分間ぐらいの時間からなっております。で、初めの10分で、だいたいね、これ、7分ぐらいの質疑応答と2分ぐらいの公表&移動からなってまして、あらかじめ A さんはこの問題出してね、C さんはこの問題出してね、みたいな問題ね、渡しときます。で、A さんは B さんに出題し、C さんは D さんに出題します。で、本試験スタイルで分かんなかったら条文見るみたいなね、感じで、本試とその同じ形式で、本試よりね、ちょっと残念ながら、まあちょっとちょい短めのね、まあちょっと、訓練のためにちょい短めでやってると思ってください。ちょい短めの時間で本試と同じような感じで、そのあらかじめ定められた 10問ぐらいの問題を出してもらいます。で、7分ぐらい出してもらったら、2、3分でね、公表してもらいます。ここができてなかったよ、ここが指定すると、もっと良くなりますよ、みたいな感じで公表していただく。で、これで第1ラウンド10分ですね。で、これを今度第2ラウンドで質問する側とされる側が入れ替わります。あらかじめ B さんと D さんにもこの問題出してねって渡しておきます。で、今度は B さんが A さん、D さんが C さんに。質問する側とされる側が入れ替わって、本質と似たような問題をまた出していただきます。で、公表すると。で、これをだから私だけじゃなくて、受講生さんにもこんな感じで、ね、質問する側とされる側両方体験していただく。で、これ理論上ですね、こう、まあ、1ラウンドから6ラウンドまで、これで1時間なんですけれども、3時間のアウトプット講座で、これ3回繰り返せるじゃないですか。で、ざっくり言うと、休み時間とか除いて、移動時間とか除いて、その3時間の間の2分の1の時間は、出題され、回答してますよね。アウトプットしてますよね。っていうことで、非常にアウトプット多くできるんですよね。こう、単位時間あたりのアウトプット多くできると。いうことで、このスタイルでやらせていただいてます。で、当然ね、その僕が入ってるんですけど、僕はその各、全員の受験生さんが毎回少なくとも1回当たるような感じでやらせていただくんですけども、その時は、ちゃんともっと丁寧に、ここの今こういう回答したけれども、これちょっとこれをこう言わない方が、こういった方がもっとよりいいよ、みたいなね、姿勢、こうするとね、もっと良くなるよとかね、もっと、ちょっと視線合わせるのがベストだけれども、日本人だからちょっと辛いから、ネクタイぐらい見る感じがいいですよとかね、考えるときは下向かない方がいいですよとか、ちょっと上向きぐらいがいいですよみたいな感じで、なんか形式面とか内容面含めてアドバイスさせていただきます。で、こんな感じでやっていくんですけど、東京のクラスはね。で、これなんでこんな感じでやっていくかって言ったら、受験生さんもね、他の講座と違って出題者側に立つじゃないですか。で、出題者側に立つと出題者の気持ちが理解できるんですよね。で、実際出題すると、ああ、なんとなく口述試験ってこういうもんなのかと。で、確かになんかこんな感じで回答されると採点しやすいな。で、こういう感じだとなんか採点しづらいなみたいなのが分かってきたりとかして、なので逆の立場になった時、回答するときはこんな感じで答えようみたいな感じで出題者側の気持ちを理解するとですね、なんとなくこんな風に回答すればいいんじゃないかなっていうのが分かってくるんですよね。で、その出題者側の気持ちを理解するために出題皆さんにも出題者側に立つっていう感じでやらせていただきます。で、あと本試験スタイルですね。論文の答練も一緒なんですけれども、本試と似たような問題を本試と同じ形式で
同じ時間、できる限り似たような時間でやるっていうのが大切だと思うんですよ。もし論文の本誌が本誌と違う時間帯、その特日2時間とかじゃなくて、あれが3時間とかって意味ないじゃないですか、あれ。1時間半でやるとか意味ないじゃないですか。なので、できればね、できる限り本誌検スタイルでやるっていうのが重要だと思ってます。なので、こういう形式でやると。あとね、さっきほど説明したけれども、理論上ね、2分の1の時間喋ってられるのでアウトプットの回数多いですよね。で、この3時間のアウトプット講座が4回あるので、各回1時間半アウトプットできるので、これ全部受けると6時間喋ることになるんですよね。ということで、圧倒的なアウトプット能力が身につくので、これはね、おすすめです、僕は。これね、一押しでございます。あとですね、いろんな人と質疑応答するっていうのが大切だと思うんですよ。ついついね、自主ゼミとかで仲間内とかだけやってると結構なあなあになってきたりとかして、緊張感が薄れたりとかするんですけれども、あと同じようなタイプなので、試験員もいろんなタイプの人がいるじゃないですか。で、普段からいろんな人とやってると、ああこの人こういうタイプなのね、こんな感じで回答しようみたいなのがなんかね、分かってきたりとかするんですよ。で、あといろんな人と普段からやってるんで、試験員っていう初めて会う人とやるときも、なんかもう普段から違う人とやり慣れているので、緊張感がちょっと少なくすることができるとか、メリットがあったりとかします。で、こんなことを思って、このセカンドフェーズ、ABCD 形式で、東京はやらせていただきます。はい。で、もしよかったら、上手に。予備校の講座を利用してですね、効率よく講座の対策をしていただければと思います。で、この講座の最後なんですけれども、なんかね、口述試験行こうかどうか迷ってる、論文試験ちょっと受かったかどうかわからんみたいな人が絶対いるんですよ。みんな 100% 受かったと思ってる人あんまいないと思うんですよ。で、今年はなんか特に如実で、なんかね、若干論文試験難しかったっぽいんですよね。なので、まあ、ぶっちゃけ言うとレックでもあんまりこのなんか問い合わせがなかったりとかするんですけど、なんかね、だから難しかったらしいです。なので、多少できなかったとしても、あんまり気にしないでください。合格する可能性は十分にあります。で、口述あるあるなんですけれども、論文落ちたと思って、口述の勉強を全然しなかったみたいな人がたくさんいるんですよ。で、落ちたと思ったんだけれども、蓋を開けてみたら論文合格してた、あと3週論文合格してから本誌まで3週間ぐらいしかなかったりとかするんですけれども、3週間ぐらいで口述やろうとかなると結構ね、時間的にギリギリになったりとかするんですよね。で、仕事が忙しかったりプライベートが忙しかったりとかするとすごいドキドキして大変だったりとかするので、できればですね、その口述、論文ちょっとダメかなと思ってもですね、口述の勉強を進めても全然いいんじゃないかなと思っております。はい。以上、知らないと恥をかく口述マナーの基礎知識でした。もしよければ一緒に勉強していきましょう。ご視聴ありがとうございました。